平成27年6月6日、山口県立大学水無月祭が行われました。今年は天候にも恵まれ、暑い日差しが降り注いでいました。午前は1年生による体育の部が行われました。ユニフォームは例年、各学科の特徴を表したオリジナルの T シャツを制作しています。騎馬戦やリレーなど5種目で学科ごとに競い合いました。県立大学名物の女子騎馬戦では、今年も女の熱い戦いが繰り広げられました。女子騎馬戦は栄養学科が勝利、男子騎馬戦は国際文化学科、文化創造学科の合同チームが勝利しました。リレーは国際文化学科が勝利しました。県立大学学長による好評です。大きな怪我もなく終わってちょっとホッとしています。心と体ということを言いますけど、体と動かすことと、声出すことがですね、心を開くことになりますし、クラスの結束力も高まったんじゃないかと思います。また実行委員の皆さんも非常にテキパキした運営でとても良かったと思います。今日どうもお疲れ様でした。大学同窓会防補会会長福田百合子さんから表彰がありました。総合優勝は看護です。総合優勝は看護学科でした。おめでとうございます。みんなすごく仲が良くて、団結力もすごくて、今までずっと看護が優勝してきてるのでプレッシャーもあったんですけど、みんなで楽しく優勝を勝ち取れてとても嬉しいです。看護学科ということもあって、いろいろ実習とかで辛いこともあると思うんですけど、みんなでこの高校で培った団結力をうまく発揮して、みんなで全員で国家試験合格して、みんなで看護師になりたいと思います。いろいろこけたりとか、もう負けたりとかいろいろしたんですけど、やっぱね、最後の方はみんなチーム一丸というか、その学部一丸となって頑張って、みんなで勝利をもぎ取るようにね、頑張っていたのでよかったかなと思います。すっごく嬉しいです。本当、先生からの優勝したらご褒美でいいこともらえるって言われてるので、ますます頑張って優勝できました。やった。午後はサークルごとのステージ発表やロビー展示が行われ、応募会館前には模擬店が立ち並びました。1年生は浴衣を着てくることが恒例となっています。 SCC による作品の展示です。山口江ノ原コラボ広場は、学術交流協定校の中で栄養学科のあるスペインのナバラ州立大学と研究目的のために作られました。最近は料理に使う牛乳の代わりにヘルシーなアーモンドミルクを使ったスペイン料理などを考えて、今回はレシピを配ってます。
TFTYB プロジェクトはシシリアンと鶏肉のピカタでトルティーヤで包んで提供してます。よかった、自分できました。ガクヨスです。今日は一昨日ぐらいに決めてゲームをしてます。お菓子クロスを使ってお菓子をすくうっていうのをやって、ラクロスに興味を持ってくれる子ができたらいいなと思ってます。近くのスーパーで買い物を終えて帰ろうとするミカちゃんのもとに一人の男性が近づいてきます。あなたには悪い霊がついています。今すぐ払わなければあなたに災難が訪れるでしょう。そうですか、でも時間がないので、今の時間とこれからの時間どっちが大事だと思いますか？どっちもですけど仕方がないですね。それならばこの術を身につけてください。普通なら1つ50万円のところ、あなたにだけ30万でお売りしましょう。いりません、そんなの。ミカちゃんが横を通り過ぎようとしていたら男が腕を掴んできます。待てよ、一旦話してください。しかしなかなか話してくれません。そんな時は四方投げ、そして速やかに逃げましょう。ワンダーフォーゲル部でミネストローネを売っています。山でも作れるお手軽ミネストローネ、ぜひ食べに来てください。バドミントン部の唐揚げ食べました。美味しかったです。浴衣を久しぶりに来たんですけど、めっちゃ暑いです。YPUFC サッカー部です。売ってるものは冷やしパインとジュース、冷やしパインジュースを売ってます。今日はフランクフルトを売ってます。浴衣初めて来ました。吹奏楽団ブレイズです。私たちは、模擬店でフライドポテトを売ってます。普段浴衣は着ないので、こういう機会に着れて、今回のこの水月祭はしっかり楽しみたいと思うし、この売店もしっかり頑張りたいと思います。災害ボランティア実行委員会ブチボラ YP 勇気による活動報告です。フィナーレは参加者全員がよさこいで盛り上がりました。去年の水月祭からずっと実行委員をやってて、代替わりした時に前の代の実行委員の先輩たちをに追いつけ追い越せを目標にやってきて、まあやっぱりどれだけ過去の先輩方があんだけ団結するのに苦労したかっていうのがすごい身に染みて、でも去年と違うのは、まあみんなの日頃の行いがいいからか分かんないんですけど、晴天にも恵まれて去年よりも多くのお客さんが来てくれて、
多分実行員のみんなは本当に忙しくててんてこまいだったかなとは思うんですけど、みんな多分本当にやりきって悔いがない学祭になったんじゃないかなというふうに思います。水無月祭僕の中では成功だと思うんで、和樹祭はこれよりももっとたくさんのお客さんが来てくれて、お客さんみんながいい思い出を作って帰ってくれるような和樹祭にしたいと思ってます。どうもありがとうございました。